美容師を目指したきっかけは中学校の頃から美容師になりたいなとは思っていて、介護士か美容師か迷って結局自由な、まあ、服装とか髪型とか自由な美容師を選びました。美容師としてのやりがいはお客様に指名でリピートしていただいた時や気に入っていただいて、お客様のお友達やご家族に褒められたと言っていただいた時にやりがいを感じます。お客様の不安に思っていることなどしっかりカウンセリングでお聞きして、自分でお家でセットしっかりできるようにアドバイスをしています。あと、元気と笑顔を忘れないように心がけています。休みの日は子供と一緒に、まあ、土日休みじゃないので平日たまに子供をずる休みさせて子供と一緒に時間を過ごしたり、あとネイルとか、あと小顔矯正、お客様が小顔矯正の施術をされている方がいるのでそちらに通わせていただいたりしています。最近ハマってることは、うちのお店でも使わせていただいている酵素ドリンク、あのハーブザイムを、飲んでファスティングをするのにハマってます。まあ、常にダイエットをしているので、まあ、こう体がどんどん良くなったり調子が良くなったりしていくとあのテンションが上がるので最近は、酵素ドリンクにハマっております。今までで大変だったことは、そうですね、子供が小さい時、まあ、仕事と子育ての両立をする時がやっぱり一番大変だったかなと思います。ここのお店に入る前に、まあ、個人店にいた時はそれこそ子供をおんぶしたりしてカットしてた時もあったので、まあ、そういう時が一番大変でした。まあ、これからスタイリストになる方たちには、まあ、いっぱい努力とあとは、苦労を重ねて、まあ、失敗も成功もいろいろ経験して皆さんに愛されるスタイリストになってもらいたいなと思います。